もしで点が良かったら、逆になんか残念な気がしてて。もしはもしです。そうですね。本試験じゃない。やっぱり知らない問題とかが出た時に、どうしても、より専門的な書籍とか、買いたくなっちゃうんですっていうような人結構いらっしゃるんですよ。ああ、そうでしょうね。どう声掛けされますか？そこをやっても合格につながらない？昔、時々言ってたのは、うん、そこは受かった後に勉強しなさい。いや、ほんとそのレベルのことってありますよね。あります。うん、例えば、労災の、業務災害の認定基準のかなり細かいところとか。はい。難しいですよね。そこまでは合格のために必要かって言ったらそれは別問題ですし、うん、さらに社労士になってから必要かっていうと必ずしも必要ではないようなものさえもあり得ますから。そうですよね、うん、実際実務で詳しくならなきゃいけない規定って実は試験においてはそんなに勉強してなかったりってありますよね。あ、それは確かにあります。やっぱお勉強と現場ってっていうのですと、必ずしも全てがイコールってわけではありませんから。そうですよね。例えば結構健康保険の費用負担のところで、ええ、標準報酬月額の保険者さんって、 はい、あれの細かな通達がどうしても覚えられなくて不安ですみたいなのも結構あるんですよ。そういうのもある種も最後の最後にあるようなことですよね。そうですね。場合によっては最終的に捨てる、うんうんうん、ところに入ってしまうんでしょう、と。それが解けなくてどれぐらいになるとか、うん、あとは選択で出る可能性っていうのを探るべきです。なるほどなるほど。選択で出るもの、出る可能性を感じるのであればできるだけ捨てない、うん、あの選択で一つ取れないっていうのは、うん、結構大きなダメージになってくることあるじゃないですか。そうですね。ただ択一だったら、まあ、言い方悪いですけど一問ぐらいいいやっていうのもあり得るわけです、うん、そうですね、うん、まあ、選択でじゃあ出る可能性どう判断すればいいんですかみたいなことにもなりかねないと思うのですが、うん、はい、その辺どうやって考えていくべきですかね。やっぱ過去問どれだけ解いてるかになりますかね。そこはなるほど。労働基準法であれば、うん、判例はちゃんとやっとけ、通達も出ますよ、選択やったとしても、うん、じゃあ他の科目はどう、うん、例えば雇用保険であれば、あの過去に施行規則レベルありましたけども最近は法ベースが多い、うん、かといって細かい行政手引から出てくるかって言ったら、うん、私見たことありません。基本的に言うと、うん、あのそれとか他の科目なんかでも、やっぱり年金とか社会保険関係っていうのは、あ、そう、まあ判例もそんないっぱいあるわけでもないですし、うん、あの労働に比べると、うん、ですからそこを選択で出してくる確率はどうかっていうと、まあそんなには高くない。結構社労士試験って、まあ他の資格試験に比べると、意地悪な試験ではあるじゃないですか。はい、で意地悪だからこそ、不安になりがちだとは思うんですけど、もう不安だったらその不安に思っている点を潰していくしかないですよね。まあそうですね。それが精神的には一番いいのかな。そうですね。あと不安自分だけじゃないよって思った方がいいです。受験生全員がみんな何らかの不安を抱えているわけだから、そこはみんな一緒だ。そうですね。考えておくと少し気が楽になるかもしれないです。たまにいるのが、もう試験いつ来ても大丈夫ですと、試験が待ち遠しくて仕方ないですと、はい、そういう方もいらっしゃるんですけど、はい、そういう人にもし何か戒めるとすれば逆にどんなお声掛けとかってされますか？そういう方に限って残念になることがあり、やっぱ最後の最後までしっかりと確認を続けるっていうんですかね、この勉強してる記憶って、世の中で言うと、長期的な、長期記憶とかじゃなくて、やっぱどうしても短期的なものが多いと思うんですよ。多いですね。一時的にこう覚えてるものですから、もう常に確認をし続けるっていうことは必要だなとは思ってます。ある意味なんか不安とその楽観視するのを使い分けるというか、そういう感じって大事だと思ってて、だから仮に例えば模試とか受けて結果は良かった
まあ、それで安心はするんだけれども、その取りこぼした部分についてやっぱり不安だからしっかり確認する。まあ、でも本試験会場ではもう今までやってきたんだから、あとはそれを出すだけだっていう風にドンと構えるみたいな、そういう感じが理想ですよね。そうですね、うんうん、もしはもしです。そうですね、本試験じゃない、もしてどんなに高得点取ったからって言って、うん、試験の合格が保証されるものではない。そうですね、そこは実は大切なんですけれども、うん、もしてすごい点取っちゃうと大丈夫だって思い込んじゃう人って少なからずいるんですけれども、